お久しぶりです。海と日本プロジェクト in 三重県、松下凪です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今年は新型コロナウイルス感染症対策のため家にいる時間が長くなったという方も多いのではないでしょうか。皆さんは何をして過ごしていますか。私は大好きな映画やバラエティなどを見て過ごしています。でも本当は外に行って海に行って思いっきり遊びたいですよね。でも今は我慢の時です。そんな今だからこそ家でできる海を楽しめる、そんな企画を用意しました。日本財団海と日本プロジェクトではステイホームウィズザシー、お家で海活として家でできる海を楽しめる企画を提案していきます。その一つが泳げみんなの魚。海と日本プロジェクト in 三重県では三重県の小学生のみんなから海に行きたいという思いがこもった海の生き物のイラストとメッセージを募集しています。それでは私も書いてみたいと思います。絵が描けました。じゃん、こちらです。伊勢マグロを描きました。三重の有名なお魚ですね。そしておととし、昨年と子ども記者のみんなと楽しんだシーカヤックの様子を絵に描きました。またみんなと一緒に海をエンジョイしたいと思います。続いては今年もよろしくお願いいたします。宮本あずさです。海女から学ぶ三重の海で真珠について学ばせていただいたり、さばける塾でですね、伊勢マダイをさばききることができたので、それがすごく印象深く残っております。私もチャレンジしました。泳げみんなの魚、こちらです。真珠とあとタイを描かせていただきました。三重の綺麗な魚、綺麗な真珠を守るために海を綺麗にしようってメッセージを込めて描きました。また今年も綺麗な海に行きたいです。はじめまして、海と日本プロジェクト in 三重県見習い中の杉山香林です。今年から海と日本プロジェクト in 三重県のリポーターの仲間入りをさせていただきました。私は幼い頃から現在に至るまで海で遊ぶことが大好きで、三重の海にはよく遊びに来させていただいています。泳げみんなの魚、私の作品はこちらです。私のイメージする海の生き物はタコだったのでタコを描きました。コロナウイルスが収束したらみんなと一緒に海で泳ぎたいです。ステイホーム、お家にいなきゃいけない今、海を思いながら参加してみてはいかがですか。日本財団海と日本プロジェクトでは海の生き物と海へのメッセージを添えた絵を募集しています。ご覧のメールアドレスにてご応募を受け付けています。ご応募いただいた中から海と日本プロジェクト in 三重県の CM として絵を採用させていただきます。ふるってご応募ください。お家で海を楽しもう。来週もお楽しみに。私は来週は魚をさばこうかな。海と日本。